こんにちは。株 FX の投資経済ニュース&裏情報のコーナーです。最初だけ元気やいや、ね、だんだんクラクラってきたこのコーナー、はいはい、ちょっとね、うん、最初だけは、うん、もう始まりました、はい、みたいな感じでいきたいと。なるほど。でも今回はもうこのポジティブおすすめ銘柄言いますか。あ、マジでポジティブな回ですよ。お、珍しく。ちょっと、はい、うん、あの眠気が覚めてきた。あ、ほんま。なので今回はですね、はい、もうズバリ、うん、どんな株をじゃあ買っていけばいいのかと。お、買うのね。うん、まあ一応復習しておくと、紙オレオ的な見方としては2018年は日本株はもうめっちゃ強気、うん、ただし海外で何も起こらなければっていうのが一応市場予測ですけど。そして何か起こりそうみたいな感じで、ね。まあいつもそれは ね、警戒しておかないとダメですね。でもない限りは強気でいいんで、じゃあどんな株買えばいいのかっていう話をしていきたいと思います。あ、そうなの？逆にですね、さらにですね、今現在の市場を踏まえたら、うん、どのような株は買ってはダメなのかという話を、この二つのテーマ、二大テーマでお伝えしていきたいと思います。はい。でですね、今さっき言ったように、うん、僕、上尾良自身としましては、2018年の株式相場を、うん、まあ、海外などで何か大きなネガティブな要因とか、うん、大事件などが起こらない限りは、はい、つまり夏の超巨大爆弾とかが爆発しない限りは、うん、日本株はもうめちゃくちゃ強気と、うん、で見ています。そしてね、その理由とか根拠も前回までお伝えさせていただいたんですけども、うん、ね、そう言ってたのに、日銀の黒田さんの発言で、はいはい、一気に108円まで円高になって、なりましたね、ちょっとびっくりしましたけど、うん、まさか日本国内から下げように来ると思ってなかった、うん。そっかそっか。まあ一応でも1月は円高なりやすいって言ってたんで、うん、まあ実際になったんですけど、そうですね、たまたまですけどね、うんうんうん、まあそんな黒田、まさかの身内の日本人から来るとは思わなかったけど、なるほど、ね。っていう話もありますけど、うんうん、まあそれは置いときまして、まあ そこまで株が影響しなかったですね。うんうん、まあそれは置いときまして、じゃあ次にですが、じゃあどんな株を狙っていけばいいのかということが、はい、まあ一番聞いたわけですよね。そうですね。うん、結局は。株で言うと。うん。と、うん、いうことで。で、ロングで入れるっていうことなんで、うん、まあ楽で簡単ですよね。あ、そうそうそう、なんか心理的に初心者でも、ね、うん。そうですね。はい。と、うん、いうことでですね、今回はギリギリのラインまで攻め込んで、ちょっとお伝えしたいと思います。お、本当はですね、もう個別銘柄を言いたいんですよ。うんズバリね、うん。それは、いいですよ、僕は。おそらく、法律的にアウト。まあ、ここでは言わないですけど、うん、後でこう、後で、ね。書いておいてもらえれば全然いいですよ。そうそうそう。だから、まあ、公に言ったらね、一応ダメなんで、はい、これは、仮想通貨はね、まだいいんですよね。今のところ。あ、そうですね。決まりないんで。なので、うん、奈良富士さんの中間仮想通貨ニュースみたいに、例えば今、ビットコイン、ね、今、ビットコイン狙い目とか、うん、はい、僕は今イーサリアム買いまくってるぜと。本当は言いたいんですけど、うんうんうん、仮想通貨そのルールがないからいいけど、うん、一応株っていうのはダメなんですよね、うん、それが。そうですよね、はい。それをやり出したらまたおかしな世界になるしね。そうそうそう、うんうん。なので別に僕が出し渋っていうわけじゃなく、ルールに乗っ取ってやってるということだけはちょっと、ご了承いただければと思います。そうそう。ただ捕まるだけ。YouTube、この番組消されると思うんで。そうそう。神尾さんが言ったようになんか俺も一緒に捕まってる。そんななり得ます。はい、そういうことです。なので一応まあ神尾 TV も一応チャンネル登録数も5万人行くんで、はい、まあ何万人も見ていただいてることもあって、ね、一応個別銘柄をおすすめすることとか、この株を買いましょうっていうことは一応法律的にはできないんですよ。うんうん、なのでそこだけちょっと、なので仮想通貨番組羨ましいんですけど、うんうん、まあまあそこはちょっとだけ踏まえて、何でもありやからね。うん、今のとこはね。だからそこだけちょっと踏まえてもらって、なので、とはいえですね、もう何とかして、うん、まあ絶対にね、あなたのお役に立ちたいので、できる限りちょっとギリギリのラインで、うん、攻め込んでいこうと思っております。なるほど。はい。触れるか触れへんかみたいな。うん。そうそうそう。うん、もう、ここまでやったらいけるやろって、うん、一番下のラインまで。そう、なのでですね、はい、ギリギリのラインまで攻め込んでいきたいと思ってますし、はい、まだね、これはあくまでも、神尾良のおすすめ銘柄ではなく、スタンスとしては、うん、ちょっと注目してみてくださいと。おそれを参考にして、うん、ご自身で勉強してみてくださいと。なるほど。そのためのきっかけにしてみてください。っていうニュアンスで捉えていただけることも。なるほど、いいですね、うん。やっぱり勉強しないとね。そうそうそう。人の言う通り買って、それがもしなんか予想と違うやんってなった時に、うん、はいはい、なんか恨みつらみが出てきますね。あ、それもありますね。はい。人のせいになっちゃいますね。それもありますし、純粋に法律的にアウトなんで。アウトやし。ただ単に、これからおすすめ、神尾良のおすすめ銘柄じゃなく、うん、注目してみてどう、うん、
あくまでもこの株、今言ったことを、うん、そのような株を、今後自分自身で勉強、研究してみてはいかがでしょうか、というノリです。ノリですね。うん、これなら多分問題はないと思うんで。そうですね。だって勉強したらどうって消化するだけだから。そうだね。彼は言ってないからね。言わない。そういうこと。言わないよ。この辺がギリギリラインかなと思っております。うん、はい。ちょっと面倒をおかけして申し訳ないんですけども、その前提だけちょっと押さえていただいて、はい。では本題ですね。はい。ズバリ、紙容量は注目して見ていただきたい銘柄。おすすめじゃないよ。注目だよ。注目ね。注目銘柄は、まずね、はい、短期トレードと長期トレードと分けてお伝えしていきたいんですけど、はい、短期トレードで言うなら、ほう日経225に入っていて、うん、225種に入っていて、うん、なおかつ、はい、1万円以上の株。おいわゆる、5桁銘柄ですね。はいはいはい、もしくは値傘株って言われるようなのがおすすめです。うん、短期短期なら。結構じゃあ、資金量的にいるね。やつもあるし、まあ、最小単位が100株単位で買うやつもあるし、ね、なるほどなるほど、ね。高いやつもありますけどね。うん、でも一応それが注目だよっていう。結構あるやん、そんなん。あんまないですよ。225に入ってて。あ、225に入ってか。1万円以上なんで。はいはい。これは、例えばね、あくまでも、例えばですけど、はい、ファーストリテイリングとか、あユニクロの。言っちゃった。ちょ、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 例えばね。225に入って1万円以上の銘柄ただ今言ってるだけです。なるほど、なるほど。事実ですから。あ、そうですね。うん。うん、こっちにざざっと並べておきましょうか。全部かけてるかな。まあ、ファーストリテイリングとか、ファナックとかね。はいはいはい。まあ、部品のすごい日本のもう優秀な企業ですね。うん、そうですね、はい。いつかファナック特集もやりたいぐらい、すごいいい会社ですけど。ファナック特集、うん、へぇとかね。うん、ファナックに訪れてみたみたいな。ああ、行きたい。行きたい。すごい有望な今後日本を支える会社だと思うんで。あ、まあ、まあ、その特集からね。ぜひファナックの関係者の方見ていただいて、うん、神尾 TV 突撃いたしますので。あ、本当にお願いします。よろしくお願いします。とかね。うん、あと、まあ、今現在で言うと、まあ、正確には1万円超えてないですけど、例えばそれに近いソフトバンクとか。ソフトバンク。うん。うん。とか。この辺が注目かな。なるほどね。で、なんでかっていうとね、1万円以上、そういう1万円以上の銘柄、5桁銘柄とか、うん、まあ、それに近い価格、まあ、9000円台とかの銘柄っていうのは、なんでこれがもう進めてたらあかんけど、注目かっていうと、うん、大きな理由は3つあるんですよ。はい。で、小さな理由も言ったらもっとあるんですけど、まあ、大きな理由に絞っているのは3つあるんですけど、うん、まず1つ目はですね、そのいう1万円以上の銘柄っていうのは、うん、日経平均上がっていくときに、うん、一番最初に上がる傾向があります。ああ、なるほど。うん、つまり分かりやすく言うと、チャート理論に素直ってことなんです。っていうか読みやすいんですね。もっと簡単に言うと。あ、そうなんですね。うん、なのでこのあたりはちょっとまた株メインの、うん、チャートの読み方の専門番組ちゃんとお伝えしようと、しっかり解説したいと思うんですけど、はい、そういう5桁銘柄っていうのは一応日経平均が動き出す、初動で動き出すんで、うんうんうん、結構チャート的に素直で読みやすいっていうのがまず一つの理由です。はい。で、もう一つで、二つ目の理由はですね、はい、そういう、その5桁目、いわゆる5桁目、値傘株っていうのは、うん、その他の225銘柄に比べると、値、うん、動きの上昇率が高いんですよ。あ、そうなんや、うん。で、日経平均に与えるその影響度、寄与度っていうお話は、ちょっと以前株女子って別の番組でやりましたけど、うんうん、例えばですね、200円の株があったとします。うん、それが 10% 上がっても20円なんですよね。うんうん、200円の 10%。そうですね、うん。でも1万円の銘柄が 10% 上がったら1000円上がるんです。あ、そうですね。つまり日経平均っていうのは、225銘柄の単純平均なんで、うんうん、つまり影響力で言うと同じ 10% でも1万円の銘柄が 10% 上がると200円の銘柄が 10% 上がるのは全然意味が違うんです。あ、なるほど、なるほど。これはちょっと株女子でやったんで、ちょっともう一回見直してほしいんですけど、そこ、はい、まあ、また株のメインでもちゃんとやりますけど、うん、なので、はるかに値傘株の方が全体を押し上げるんです、うん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 。なので、そうなると株価が上がるってことは、ETF も買われる。先物買われていくことになっていくときに上昇率で言って上がるんですね。はあ、はあはあ、まあ、この辺はちょっともうちょっと、また本格的にやります。はい。もっと長くなるそうなんで。うん、で、まずその前提があった上で考えてほしいんですけど、はい、そういう前提がありまして、うん、次ね、ヘッジファンドが、はい。実は、例えば、このライン以上上がったら、この価格以上上がったら、大儲けできるっていうのオプションとか、うんうん、そういうデリバティブっていうのがあるんですけど、はい、そういう価格ラインに近づいたときに、うん、じゃあもうこのラインを超えたら大儲け、うんうん、このライン以下やったら損っていうときに超えたわけですね。うんうん、日経225
意図的に上げたわけですね、はい。そういう時に日経225全部を買うんじゃなくて、そういうネガサ株を買うんです。あ、狙ってくるわけですね。だって、今言ったように 10% 上げる時でも、200円の銘柄買っても20円しか上がらないから、日経平均1万、あ、今言った2万円とかの時に、ちょっと、何のパンチにもならないです。なるほどね。でも、ネガサ株やったら1万円の株を 10% 上げて1000円上げたら、すごいパンチになるでしょ。うんうんうん、ってことは、ネガサ株を狙ってくると。なるほど。だから、ヘッジファンドはそういうふうにそういうオプションとかデリバティブで、このライン以上上がったら大儲け、もしくはこのライン以上下がったら大儲けできるっていうのはオプションがいっぱいあるんですけど、そういう時にとどめさすのは必ず、そういうネガサ株でやってくるんです。あー、なるほどね。先物とかよ、日経225の先物とか ETF じゃなくて、うん、そういう、まあ、ファーストリテイリングとか、そういうネガサ株を操ることによって、日経全体を誘導していくと。現物で。現物で。へぇ、なので、こういう銘柄の方が上がりやすかったり、もしくは逆に下がりやすいってことなんですね。なるほどね。うん、これ、すごいヒントじゃないですか。うん、なんで全部並べて、チャートの形見ていったらいい。あ、それでいいことです。結局。それでいいことです。それでいいことです。まあ、いいじゃないか。うん。うんうん、なので、今、だから、もう一回言いますが、ヘッジファンドは、外目を刺したいときは、うん、先物とか買うよりも、今言ったように1万円銘柄だけに集中して買ってくるんで、つまり、そういう銘柄の方が上がるってことですね。効果的ってことです。うんうんうん、で、三つ目の理由としては、今言ったように上がるときはめっちゃ上がるんですけど、はい、でも今度ね、下げる局面、うん、下げるときっていうのは、これも、うん、今まで何回か言いましたけど、日銀の ETF 買いとか、うんうん、GPIF の買いがあるから、うん、下げるとしても結構支えられるんですよね。ことも多いから安心ってこと。なるほど。うん、で、もちろんね、逆に、ヘッジファンドは、あるラインまで以下になったら大儲けできる。まあ、プットオプションとか、うん、そういうデリバティブとかある。そういう時に頼りに持ってる時も、その他何らかの意図で、意図的に日経平均を下げたいなら、うん、今度は逆に、積極的にその1万円銘柄を空売りしてくるんですよ。ほうほうほう、先物とかで売り崩す気もあるけど、でも1万円銘柄を売った方が早いからね。うんうんうん、何度も言うの、寄与度が違うんで。なるほど。ファーストリテイリング、今何パーセントか分かんないですけど、ファーストリテイリングだけ全体の日経の値上がりの何十パーセントが占めてるわけですから、うんうん、それを狙った方が早いわけですから、ね、全体買うよりも、うん、より少ない資金で動かせるんで。うん、なので、大暴落しやすくもあるんですよ。うんうん、でもその時は逆に、こちら側としても、その流れに乗って空売りすれば、さらに大儲けできるということですね。なるほどね、うんうん。日経平均、例えばそういう5桁銘柄売られる、うん、当然日経平均も下がる、うん、ETF も売られる、先もつらつらで売られる、加速していく、一番大儲けできる、企業の中で一番大儲けできる、うん、なので空売りするときも美味しいんです。なるほどね。でもある程度までは日銀が買い支えるんで、そんなにロングで入っててもそんなに下がらないから、なるほど、ちゃんと損切りできるし、うんうんうん、損切りにもいかずにもっと戻すかもしれない。なるほど。っていう意味ですごいおすすめと、おすすめじゃない、注目。注目。おすすめに言っていいんか。言っていいの？個別銘柄じゃないからね。ああ。だって日経225で5桁銘柄だっけから。あ、そうなんや。いっぱいあるの。あ、いっぱいあるね。いっぱいある。うん。僕が、編集を間違ったらちょっとやばいけど。意図的なやつだったらね、次回が僕いなくなるやつ。やばいこと。リアルにいなくなるやつ。まあ、神尾 TV も閉鎖や。そういうわけです。なので、うん、僕自身としては、神尾自身としてはね、実は今現在は、もう1万円銘柄、まあ5桁銘柄ですね、うん、売り買いすることがもうほとんどです。おー、そうなんだ。うん、なので、メインに売り買いするって感じかな。うん、なので、ぜひね、研究、勉強してみてくださいと、うん。おすすめじゃないよ。研究、勉強してみてはどうですかってことですね。うんうんうんいうことでございます。なるほど。はい、なので、この動画を見終わったら、今すぐに買いとかではもう全然ないですよ。うんうん、あくまでも。まだ猶予はあるわけです、ね。そうそう、言うまでもないですけど、あくまでも、もう奈良富士さんもおっしゃってましたけど、あくまでも、チャート的に見たときに、買いのチャンスとか、もしくはもう空売りのチャンスっていうときに仕掛けるようにしてくださいね。はい、今すぐじゃないですよ、うん。もう何も今すぐ買っても全然意味ないんで、うん、チャート論的に見たときに、あ、今絶好の買いは、例えばこのレジスタンスを突破したとか、移動平均線の絡み方でもどう見ても上がるって時には積極的に普通の銘柄よりも5桁銘柄の方が美味しいですよって感じです。なるほどね。はい。そっかそっか、うん。まあなんか騙しとかを作ってきても、ね、その、買い支えられるっていうのがあれば、はい、そんなもやってこへんかもしれへんしみたいなことですね。それもありますしね。はい。うん、そっかそっか。うん。
今だから空売りで崩すっていうのはあんまり日銀 ETF 入ってくるんであんまりしてこないんで、うんうんうん、なのでどっちかっていうとロングが強いですからね。なるほど。でこれも何回か前に言いましたけど、今逆にそういうネガサ株の空売りをわざと仕掛けて逆に踏み上げさせてる銘柄多いんで、ソニーとかね、まあソニーとかかファナックもそうかもしれないですけど、あるんで、はい、まあ今はどっちかっていうとロングが結構強いんで、まあ、そういう意味も強気でいいかなと思います。はあ、もしかしてもう仮想通貨より簡単な試合なのも違いですね。僕からしたら株のがはるかに簡単ですけどね。あ、そうですね。そうですね。あんな乱高下する子より落ち着いてる子だから。あまあまあ、乱高下がやっぱり魅力ですけどね。魅力ですよね。資産少ない人にとっては。はい、ね、うん。まあ、だからどっちもできたら一番いいと思います。あ、そうですね。もちろんね。うんうんうん。だから、その通貨増やして株で安定的に増やしていくのが、まあいいんじゃないかと思いますけどね。安定してもね、その、球がでかくなったら、ものすごい高くなりますよね。神尾さんみたいにね。うん、僕は大したことないですけどね。何ですか何でした最近すごい。いやいやいや。なんでこう責任を吹っかけてくるみたいな感じになってんねん。というわけでですね、まあ、はい、まあ、あくまでも注目ね。注目、ね。こけた銘柄に注目していただいて。勉強銘柄、ね。そうそう。勉強銘柄。あ、いいこと言った。勉強銘柄。勉強銘柄。ただの勉強銘柄。うん、おすすめじゃないよ。勉強銘柄だよ。注目でもない。注目でもない。勉強銘柄。研究銘柄として、ちょっとタイミングを狙ってみていてはいかがでしょうかということでございます。はい。ちょっとまだ長くなってしまいましたので、次回はですね、うん、続きは次回に回しますけど、次はね、ある程度中長期で狙っていきたい銘柄。はい、あ、なるほど。そっちいいな。中長期勉強銘柄。あ、中長期勉強銘柄ね。と、うん、逆に今現在の市場を踏まえたら、絶対に、どのような株は買ってはダメなのか。ダメ銘柄。ことは難しい。すごい慎重に言っております。というのをちょっとご紹介していきたいと思います。はい。なのでね、ますます見逃せないと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。メールもご覧になっておりますので、よろしければご登録ください。で、あとではね、買った時すぐに、これ買いとか言いますんで、できるギリギリに言いますんで、登録してもらえればと思います。あと、ぜひ、いいねボタンもお願いいたします。あと、動画説明欄に Twitter とか Facebook、Instagram などやっておりますので、ぜひ一度見てみてください。はい、では今回も見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。